チェンストホバ、チェンストホバ、ポーランド語、トセストショウバ、チェコ語、チェンスタコバ、ドイツ語、チェンズタカオ、イディッシュ語、シャンストコブは、ポーランド南部、シロンスク県の都市、バルタ川が流れる。市は、聖パウルス派修道院で、黒い聖母を祀る安名グラ修道院で知られる。毎年1000万人もの巡礼者が、世界各地から集まる。 チェンストホバの名前は人名のチェスタク、中世の記録にはチェスタバーとチェスタミールに由来する。元々の名前はトセストショウバで1220年の綴りはゼンスタカウィだった。チェスタカは1382年から1558年まで使われた。現在の町の一部がチェスタコカと呼ばれるのは14世紀に古いチェンストホバ。 アンティキゼンスタカウィとチェスタコカに話したためである。他のつづりには、トセストショウバ、チェンスタコブ、シャンスタコブなどがある。チェンスタコバの村ができたのは11世紀である。最初に村として歴史的な文書に記されたのは1220年からである。1382年、セパウルス派のヤスナ・グラシュードインがオポーレコーブ・ワビスワフにってとてられた。 二年後、修道院は有名なイコン、ヤスナグラの聖母を受け取った。この絵はその後の年月で、巡礼の中心となり、近隣の町の成長に貢献した。1377年より前に、チェンストホバは、特権を持つ町となり、後に1 5 0 2年に、マクデブルク法に変わった。17世紀になると、地元の修道院は、要塞となり、 大洪水時代の1655年に安ナ・グラホーイ戦で建てこもる場所となった。ジェンストホバのユダヤ人コミュニティは1700年頃に現存していた。第二次分割の後、ユダヤ人コミュニティは、プロイセン王国によって併合された。1760年の後、ユダヤ人の信仰、カバラー、カトリック、イスラームの教えが混じっていた指導者、ヤコプ・フラクは、 その過激な思想が、社会の不信を招いたため、教会によって捕らえられて、修道院に監禁された。彼の信徒は、彼のそばに集い、ヤコプの娘、エヴァを教祖とするようになった。1772年8月、チェンストホバを占領したロシアン軍将軍、アレクサンドル・ビビコフによってヤコプは釈放された。ナポレオン戦争の最中、1807年に、死は、 ワルシャワ大公国の一部となり、1815年のウィーン会議からは、ポーランド立憲王国の一部となった。この時期は、死が急成長を遂げた時期であった。1819年に、軍事建築家、ヤンベルンハルトがナジシュビエツネイパンニマリー大通り、オレイアナハスワやットセジパニーマリー、再生の聖望大通りを計画し、建設を始めた。現在市の主要な軸である。 二つの実存する、マチチェンストホバとチェスタコカ、後者は、ノアトセストショウバとして1717 17年に、市の特権を与えられていたが、最終的に1826年に合併した。1846年、ワルシャワイコールウィーン鉄道が開通し、市とヨーロッパ各地が結ばれた。1870年より後、鉄鋼産業が地域で始まり、地元産業を下支えした。 この時代の最も有名な投資は、製工業の他は、織物業、製紙業であった。第一次世界大戦中、死はドイツ軍に占領された。戦後の1918年、新たに生まれたポーランド共和国の一部となった。新国家は、シレジア地方の良質の鉄鉱石の広大な鉱脈を獲得した。チェンスとホバの埋蔵物はそれほど多くもなく、すぐに閉鎖となった。 これが繁栄の時代に終焉をもたらした。同時期、司教座が1925年に再設置された。1939年のポーランド侵攻後、町はナチスドイツに占領され、ドイツ語名のチェンストハウ、チェンズ・タカオに改名され、ポーランド総督府に編入された。ポーランド侵攻から2日後の1939年9月3日、日曜日、 ドイツ軍がチェンストホバへ進軍してきた。翌日、血ぬられた月曜日で知られるようになった、ドイツ軍によるユダヤ人虐殺事件が起こり、およそ150人の死者が出た。1941年4月9日、ユダヤ人のゲットが作られた。第二次世界大戦の間、チェンストホバに住むユダヤ人コミュニティ全体にあたる、およそ4万5千人のユダヤ系住民が、 ドイツ軍に殺害された。チェンストホバが赤軍に解放されたのは1945年1月16日であった。ポーランド人民共和国となってから共産主義国家特有の早い工業化のせいで、初代大統領、ボレスワフ・ビエルトの名前にちなんで名付けられた非効率な製鉄業は注目に値する拡大を遂げた。このことが成長する観光活動と結びついて、 別の時期の旧成長期を牽引し、1975年には、チェンストホバ県、1998年まで、を、分離新設することとなったのである。現在、市は、シロンスク県切手の観光地の一つであり、小さなニュルンベルクの異名を持つ、数多くの土産店と、歴史的文化財があるからである。毎年1000万人の観光客が引きつけられてくる。 安倉修道院所蔵の安倉の聖母は特に人気がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。